他ならぬ君がこの世界に目覚めたのは、漆黒の空に美しく歪んだ星の降る夜だった。流星が確認された海岸線を調査していたら、まさか漂着者？手に負えなければ本家預かりということでいいんじゃないですか。君の心を試すのにちょうどいい任務もあるし、アストラル界へ赴き、ハートレスの討伐を行います。アストラル界は無と有とがつながる世界。漂着者はまず本家で保護する決まりでしょ。単なる歪みなら俺たちが来る必要はない。満月星はどっちだ。錆びたキーブレードか。見せてもらってもいいかい。異世界の記憶のかけらはとても貴重で、結社間で奪い合いになることもあるんですよ。ここは光と闇、夢と歪みを持って多層都市スカラアドカエル。幕が上がり物語が始まる。それがやがて失われる空白の歴史だとしては。